サッカーになっていいです、雰囲気を楽しんでください、瀬川さん、久保選手の中心のチーム作りをした方が今後はいいと思いますか？日本代表、久保選手を中心にした方がいいと思いますか？タケが中心にならないと、めちゃくちゃ生きないタイプであることは間違いないでしょうね。ああ、なるほどね。だからそれを象徴するのがこの間のドイツ戦ですし、一人のほっと一つのコマで使われたときに、他の選手よりもタケの方がちょっと分が悪いんですよね。僕も前半で交代すると思いましたし、でもそれが竹の成果ってのはまた別の話なんで、で、竹の中心のチームを作るべきかは、それもそんな言うほど、口で言うほど簡単な話ではないですよね。まあ、そこはまあ、今後の本人のプレーとかも。そうですね。そうですね。じゃあ、藤田さん。じゃあ、ディラン・村上さん。本田 GM こんばんは。スペイン戦、久保選手を起用したいかどうか、意見を教えてください。竹はね、僕だったらスペイン戦スタメンですね。おぉ。それやっぱスペイン戦で特別なんか思いがある？いや、僕は全試合スタメンでって言ってたんで、僕は。でも、この間外したんでね。でも、ドイツ戦の前半戦は良くなかったのは、僕は竹のせいやと思っていないんで。で、久保選手が最後、スペイン戦の後のインタビューで、自分がこう調子が良かったので交代させられるとは思わなかったみたいなことを言って、結構不満を示したんですけど、そういうのってやっぱり言わない方がいいかなっていう意見もありますが、どう思いますか？ああ、全然言っていいんじゃないですか？あ、そうですか。不満は別に口にしてもいいと。いやいや、もう許容範囲でしょ。おお。そんなんもエンタメの一つぐらいに思ってたらいいでしょ。まあ、本田選手の方がもっとひどいことを言ってましたもんね。いやいやいや。何の喧嘩分からへんから、ちょっとやめてくれる？いやいや、まあまあ、まあ、言うかもしれへんけど、そう、まあ、だから負けず嫌いじゃないとサッカー選手ダメでしょ？はい。だから、まあ当然じゃないかなと思います。ディス・ディスオさん、クロアチア戦を見ると、長友選手のロフトとボランチが前にドリブルで運ぶ距離が短いことが分かりました。左サイドバックかボランチに久保選手はどうですか？いや、ないでしょう。まあ、ちょっと適正じゃないと。守備も含めて。まあ、できないことはないと思いますけどね、優秀な人は。でもやっぱもっと輝けるとこあるでしょ。久保さんと同じサッカー、同じチームでサッカーをしていて、フリーキックのチャンスがあれば、久保さんに譲りますか、それとも自分で蹴りますか。状況によるんじゃないですかね。僕が蹴った方が入ると思えば蹴りますし、久保さんが蹴った方がうまくいくんじゃないかと思ったら譲ると思います。こういう質問好きやな。面白いな。何がこんな質問して何が面白いの？久保建英選手にレアルソシエダからのオファー交渉が来てるそうですが、って行くべきでしょうかって。いや、わかんないです。めちゃめちゃ状況が読めないんで、今そのレアル含めてソシエダもわかんないし。でも本当に必要と思ってもらえるところにいた方がいいですよね。久保選手のことを久保さんと呼んでおられますが、本田選手が日本代表に選ばれても久保さん呼びですか、それとも竹に変わりますか。いい、面白いね。いい質問。どうやろう。変わるかもしれないし、変わらないかもしれない。実現しないんでなかなか難しいかなと思うんですけど。でも別に多分今の感じだと久保さんだけじゃなくて、みんな多分そういうさん付けになると思うんで。堂安さんとかね。中山さんとか。だからまあそういう感じですよね。はい。久保選手と呼び方が竹に変わりましたが、何か親睦があったのですか？ある時一緒に会って、竹に、いやもう、さん付けやめてくださいって言われたんで、いや、ほんまいいのって言いながら、いやもう、お願いしますって話だったっていう話、ね。まあ、本人が希望すれば、いつでも変えると、皆さんも。そうですね、じゃないとね、ほんま、逆に慣れ慣れしく言ってて、なんでお前そんな慣れ慣れしいねんって思われると思うんで、それは気をつけてますよね。